この人はすごいんだ。あの風俗行くとあの声枯らしてくんだよ。そうなの。あ、ずっとやってっから。で風俗場相手に別にエッチなことしないで、あの練習台にして、そうなの。モノマネの練習してやる。辰川さん、このローションはどうですか？あのね、ローテーションもいいけどローションがいい。中日のローテーションも買って買ってきたけどね、やっぱりローションが一番いい。おで、たけしさんどうですか？ああ、兄ちゃん、あんたテクあるな。そうまあでも嬉しいよね、はい、そう一般の人たちからするとタダでこんなものまでいっぱいね。そうだよ、街歩いてて振られない時ってなんで振ってくんねえんだろうと思う時ありますもん。別にじゃあもうプライベートでもやってたいんですね。やってたいですね、ものまねを。